こんばんは、市村まさきです。ギターってさ、こう通販で買いたい時とかさ、まあまあヤフオクでよくあるんですけど、ヤフオクのいろんなギターを見てると、重量いくらですかって質問を後からされてる人ってすごく多いんですね。まあまあメルカリでもね。そんなに重さって、まあまあまあね、まあ、ギター、エレキギターの重さなんて、まあ、3キロから4キロちょっとぐらいで、ね、その前後幅、そんなにないと思うんだけど、まあ気にする人もいるんでしょうね。まあまあ、確かにね、すっげえ重たいギターってのは存在はするんで、年齢がだんだん積み重なっていくとね、こう軽い方が良かったりもするんだけれども、かといって家で座って弾いてる分に別にね、3キロだろうが4キロだろうが、僕はそんなに気にはしないけど、まあそうですね、ということで、買ってみました。これはメルカリで買いました。これメルカリで、600円ぐらいで、まあまあこの上のこの紐か本体を持ってて、ここに何かをぶる下げて重さを測れっていうものでございますと。でこのね、裏側にこう電池入れるところがあるんですけど、これ単4電池2本、僕らが割と知ってるのは単3電池ってやつで、それよりちょっと細い電池、珍しいから割と買いに行かないとあんまり持ってなかったりする電池ですが、ちょっとギターの重さ測るくらいだったら入れ替えればいいじゃんっていうのもあって、テレビのリモコンとかエアコンのリモコンのこの裏側で開ければ単4電池、細い電池っていうことが時々ありますよってことで、こんな感じ、細いのは入ってるよと。もうすでにオンしていましたが、とりあえず青く光っていますと。一番左はなんか数値を変える、単位を変えるとこだと思うんだけど、まあキログラムになってるから、キログラムでいいかと。一応パワーオフ。これ。うん。2秒ぐらい押すとパワーオフ。押すとすぐにパワーオンになって、これ多分、一番右のボタンを押すと0000になると思うと。そういうことですね。で、これでじゃあ、今は0000のところから、じゃあちょっとこのストラトキャスターの、ここをペグのトップにでも引っ掛けて、ペグ、こっちの方がいいのかな、ペグ、曲がったら嫌だしな。でもこれぐらいじゃ曲がらんと思うけどな。どこで測るんだろう。ここかい？違うな。こうか。こうして、ああ、なんかこう、あれだね。ここにゴムかなんかをつけとけば、一応安全パイなのかもしれませんけども、今回はとりあえず、一弦のペグのここで行ってみようかな。これで、これで、持ち上がるのかな？持ち上がる。ここを持つのかな？ここを持つと横向いちゃうな。これで持ち上げましたと。全然測れていません。0.435g。そんなバカな。そんなバカな。もう一回、0。ここに触らずに0000にしてから、ちょっとここを引っ掛けて、持ち上げると。止まったかな？止まったっぽいです。止まったっぽいです。俺の左手がしんどいです。3.205。しばらくこうやってね、なんかこう、止まってるみたいですよ、数字は。今、エレキ板を外したけども、しばらくこうやって数値は残ってるみたいで、小数点以下2桁は省略するとして、3.2 です。3.2。このストラトキャスターモデルは、3.2 キロ。覚えておいてください。じゃあ、多分僕が持ってるギターで、
の一本物、ダブルネックじゃないやつで、ダブルネックギターを抜かして、多分こいつが一番重たいぞっていうムーンの黒いギター、これはもうね、エボニーシバンのボディはなんだか、なんだっけな、これで、なんかボディなんだろう、知らない知らない、これ多分僕が持ってる一本竿で一番重たいギターと思われるやつなんで、ちょっと測ってみます。あ、いつの間にかもうパワーが消えていました。もう一回パワーオンして000になって000になって、あ、これマグナムロックだから、ここにここに引っ掛けられないわ。あ、無理だ。後藤のマグナムロックはここに引っ掛けられませんので、やっぱ何か、何かをこう、こう、こうね、こうするギタースタンドみたいなものがあった方がいいことはあった方がいいですね。でもまあ、今回は皆さん目をつぶって。ペグが曲がんないように気をつけながら、ちょっと一回こいつ持ち上げてみます。こうね、おお、いった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  4.2、 まあ 4.285 だから四捨五入したら 4.3 だけど、さっきいくつだったっけ、 3. 点いくつだったっけ、 3.2 から 4.3、 まあまあ割と軽そうなギターとすごく重たいそうなギターで、まあ、1キロ違うぐらいな感じ。ちなみにじゃあもうやり方は省略してきますけど、さっさっさっさと次から次へと、もう一本の赤いムーンを言ってみると 4.2、 もう四捨五入すると 4.2、 パッと見の感じでもう 4.2 ですね。じゃあ僕が割と最近組み立てた東海のこういう3.7、 意外と思ったより。それでは僕の中で多分このギター軽いだろうなと思っていたフェンダー USA のテレキャス 3.355 だから、まあ四捨五入すると 3.4 か 3.4、 ストラットよりは重いのか。こいつ軽いと思ってたんだけどね、ストラットよりはちょっとだけ重いと。黄色いテレキャスの東海というか僕が作ったやつ 3.5 ちょうど 3.5 ちょうど、フェンダー USA のテレキャス、これも若干軽いような 3.265 だから 3.3 というように、まあまあまあ 3.2 からまあ 4.2 だと思っといていいぐらいの、軽けりゃ 3.2、 重いと 4.2 っていう1キロ差で、だいたいさ、ヤフオクとか、ムーンのギターは重い、それはまあ知ってるからっていうのもあるけど、だからまあまあ 3.4 ぐらいのギターが多い中、重たいギターってなんか写真見ればわかるよねな感じだと思うんですが、まあまあもちろんね、ヘッドレスのギターとか、まあ別にスタインバーガーがそんな軽いっていう話でもなさそうなんだけども、最近のなんだっけ、なんとかなんとかっていうギターとかさすごく軽いギターってのはあることはあるけど、すごく軽いって言ったって2キロ切らないとは思うんですよ、2. いくつぐらいだとは思うんですよ。それなりにブリッジとかペグとかその辺は多少の重量があった方がいいわけなんでっていうね。そうか、じゃあアコースティックギター、まあアコギは軽いと思いますよ。これは、まあ、木材が密集してないというか、サウンドホールが
空いてるからね。こいつはなんだっけ、シーガルっていうカナダのギターです。行ってみましょう。 1.990、 四捨五入するとほぼ2キロちょうど。まあこれは2キロでいいですよね。アコギが2キロだから、アコギより軽いエレキギター、パーカーのギターで一番軽いやつを測れば 2. いくつぐらいかもしんないな。あとはもうスタインバーガーよりもボディがないネックだけのギターとかね、もうちょっと別物になってくからね。まあギターって実は軽すぎるとっていうか、イメージとしてちょっとなんかこう勝手なイメージとして重いギターの方がいい音がするような部分もありつつ、テレキャスは軽くても平気とかさ、なんかこうね、なんだろうな、あ、そっか、新ラインか、新ライン的なものは3キロちょっとだったりするのかな。じゃあちなみに、じゃあ平均的なウクレレの重さ、これはもうアホみたいに軽いと思いますよ。もうこれはあのキッチンのあの料理の材料を測るようなあっちのやつで測った方がいいとは思うぐらい。見せながらやってみましょうか。こうやって数値は上がっていくよっていう。映ってますか？映ってますか？止まってますか？止まってますか？どうですか？ 0.335、 0.3、 0.3 キロ。1キロありませんから、これはまあ別にね、軽いのは当たり前だから。この間買ったビートルズのプラスチックウクレレ。プラスチックと木材の違い。0.4。0.4。はい。宙吊り。そうか、じゃあ、ベース。ベース。ベースっつっても、これはあのショートスケールの、ギタリストに僕がおすすめしているギターと同じぐらいの大きさの、レッチリのフリーモデルのジュニア版みたいな。よっ。あ、軽い。軽いよ。重さが決まんない。重さが決まんない。なぜ？よっ。お、軽いぞ。軽いぞ。止まんなくなった。重たい、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 重たい。重たいよ。なんだよ、急に。急にこの機械が止まんなくなったけど、今 3.2 しかなかったです。そんなアホな、なぜ。あ、軽いわ、このベース。 3.2 3.2 って言ったらもうエレキギターの軽い方だもんね。ストラトキャスターの重さだよね。レッチリの最初の方のフリーモデルのこっちはまあ結構お高いベースですけども、なんだっけ、モジュラス、ネックがカーボンなんとかファイバーなんとかでできているとかいう、ちょっと高級で重たいやつ。こいつ 0.1。 そんなアホな、壊れた、何これ。600円の品物、600円の計り、もうすでに、よっ、お、いったお見せできないからね、自分で測っていくしかないけどね。4.35 ってことは 4.4 ってことは、ベースと、このベースとさっきの僕のムーンのギターはあんまり変わんない。こんなに長さ違うんだからね。僕が重たいと思っていたモジュラスのこのフリーモデルのベースと、ムーンギターの1980年代の時のこのテレキャスターがほぼ同じぐらいの重さだということになりました。思ってたよりもベースはそんなに重たくない。まあ、ベースの重さもギターの重さも、どっちにしても、まあ、3.2 から
4.3 ぐらいまでの主に多い。ベーシストに比べたらね、普通のジュニアモデルじゃないベースをベーシストが普通に、1時間ぐらい2時間ぐらいのステージ上でこれを持ってると思えば、ギタリストがこれ持ってたって別にっていうね。ましてや3点何キロっていうギターが重たいなんてことは別に、まあ、そうね、まあ、60代70代になったらパーカーっていうメーカーのギターか、その本当に軽いですっていうことを歌い文句にしているギターに変えていくっていうのもいいとは思いますけども、それまではっていうとあれやけども、60代の人に失礼に当たるとあれやけども、まだね、その20代30代40代はね、まだギターが重いとかなと言ってちゃうということだと思います。ということで、今回はメルカリで600円で購入したこのはかりでいろんな弦楽器を測ってみました、まあ、ちょっとだけ時々ね、なんか不具合が起きているような瞬間もあったような気もしますけども、まあまあ600円だったらこれだけ使えれば、上等じゃないでしょうかということで、まあそんなに僕はギターの重さはそんなには気にしませんけども、あえて買ってみました。使います。じゃあねー。